Wilhelm. Wilhelm. Ladies and ladies, MyZoom Channel and Alice in Underground Presents 第1回チキチキアリッピー。はい、ということでね、アリンピックを開催します。なんぞやってことだと思うんですけど、登録者200人突破およびマイズムチャンネルの1周年をね、記入して、記入？記入？記念してアリンピックっていうね、ちょっとプレゼント企画をね、開催したいと思います。本当にね、皆さん登録してくれたり動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。はい、でね、今回はね、アリさんにフォーカスを置いたね、プレゼント企画になってしまうんですけど、まぁ、ちょっとね、私たちのチャンネルはね、アリシークだけのチャンネルではないんで、一応いろんなジャンルを攻めていくということになってますんでね、これからのね、私たちに期待もしていてください、ということでね。はい。ということでね、今回もまたね、トラ君とアリカイ帝国でお送りさせていただくんですけど、まぁ、ゼブコーとね、ラーク君は、多忙ということでね、またいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことでね、ありだけじゃないということもね、分かっていただければと思います。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしく。マイズムチャンネル。はい、ということでね、早速ね、プレゼントの方をね、紹介しちゃいたいと思います。はい、うだうだ喋っててもね、うざがられるだけなんでね。で、まあ、応募方法はね、ちょっとプレゼント紹介した後に、説明いたしますのでね、ちょっととりあえずね、何もらえるんだろうっていうのを聞いていただけるとありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今回のプレゼント企画の方なんですけどね、合計5種類じゃないかな、5つ5個ね、まあ、5人の方が、当選することができます。選ばれし者ですね。そういうことです。まあ、要はハリーポッターみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、ということでね、まあ、まず一つ目、これがね、同じのが2つあるんですけど、ハリブトシリアゲアリさんのね、初期コロニーになります。はい、ということでね、こちらのハリブトシリアゲアリはね、私が去年の秋にね、採集して、そこからね、初期コロニーまでワーカーが数匹出てる状態のものを2つ出します、プレゼントとして。で、ハリウッドシリアゲアリなんですけど、日本のアリなんで、そんなに、飼育難しくないですね。乾燥を好むんで、樹状種なんで、加水不足とかで失敗する恐れはないですね。ちゃんと飲み水と餌、蜜餌も肉餌もよく食べるんで、とても簡単に飼育できると思います。で、夏のね、暑すぎたりしちゃうとダメだと思うんですけど、多分冬は余裕で超えると思うんで、まあ初心者にもおすすめのコロニーとなっております。はい、はい、ハリウッドシリアゲアリさんですね。ぜひね、これから飼育始めたいなって思ってる人にもおすすめできると思います。はい、でシリアゲアリなんでね、お尻がとんがっててすごい可愛いんで、まあ、映像出てると思うんですけどね、見てんじゃねえこの野郎。おいこんな感じでお願いします。まあ、まずそれが2つで、とりあえず、2人に当たります。これは、はい、2種類目が、トビイロケアリさんのね、コロニーになります。はい、まあ、聞いたことはありますよね。まあ、一般的な、本当によくいっぱいいるアリです。あんまりよくない、あれ駐車場にもいるやつって。そうかも。あ、まあ、なんかこれちっちゃい可愛いやつです。そう、ちっちゃいですね。ケアリケアリは小型種、ハリウッドシリアゲアリもだいぶちっちゃいんですけどね。はい、で、トビイロケアリの頃に、こちらはね、2層式 3D プリンター室、アリスさんが出してる2層式 3D プリンター室のね、ちっちゃいサイズのやつに入ってます。はい、それがコロニーで、結構大きいコロニーなんですけど、結構ワーカーいっぱいいるコロニーを出します。はい、で、餌場もついてます。で、こちらのトビイロケアリはね、アウェイクでヤモリさんにいただいたものになるん
で、はい、プレゼントとして出させていただきます。それが2つ目ですね。山森さん、ありがとうございます。ありがとうございます。好きです。好きですそんな感じです。はい。で、飛び色ケアにも湿気は混むんで、まあ、たまにちょっと加水は必要なんですけど、まあ、飼育のしやすさ的にはすごい、簡単というかね、容易に、アリの中でもね、簡単な方だと思います。ただ、ケアリでちょっとあるあるなんですけど、女王がもしかしたら、本当になんか突然死することがあるかもしれないですね。まあ、それはどの女王でもあり得るんですけどね。ちょっとなんかそういう話をよく聞くなっていうのが、ちょっとケアリにある偏見ですね、私の。偏見、うん、俺の偏見かもしれないですけど、ケアリはなんかちょっと突然死するなっていうイメージがあります。まあ私は突然死したことないんですけど。したことあったらエグいやん、うん、あ、俺のことじゃない、ああ俺が勝ってるケアリだ。そんな感じです、はい、ただそこだけですかね。でも本当に容易に飼育できるタイプなんで大丈夫だと思います。可愛がってあげてください、当たった人は。はい、これで今3つ出ましたね。で、3種類目、これが、飴色ケアリのねコロニーになります。おお、飴色と飛び色って面白いね。そうで、飴色ケアリっていうのは寄生種なんですよね。一時寄生するんですよ。あれ東京から大阪にみたいな。うん、そうだ、一回帰るじゃないんだよ。あ、違うの、パラサイトの方の寄生。おお、パラサイト大好き。そう、まあね、アリさんたちっていうのは大体半地下に住んでますんで、そっちのプラセットじゃないんで。はい、飴色ケアリっていうのは寄生種で、まあ、女王はね、結構ね、今の時期、ブン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 飛んでるんですけど、夜とかに明るいとこ行けば飛んでるんですけど、飛び色ケアリとか、林ケアリとか、ケアリにちょっと寄生させないと、コロニーを立ち上げれないっていう、ちょっと特殊なアリですね。じゃ一般的にはやっぱ難しいってこと。そうです、ね、でもこちら私が今持っている状態のものっていうのはもう寄生して、アミロキャリーのワーカーまで、出てるコロニーになりますので、その寄生っていうハードルはもう超えてるんで、まあ結構安定した状態ではあるんで、まあ、いい状態のものが送れるんじゃないかなっていう状態です。はい、でちなみにこのアミロキャリーのコロニーはアリスさんのね石膏室に今入っております。で、まあ大体ね、全部動画出てると思うんですけど、すごい綺麗な飴色をしたね、ちっちゃいアリスさんなんですけど、すごい綺麗なんでおすすめです。はい、でこちらはね、アリスさんの2層式3Dプリンターのね、ちょっと大きい方のピンクいやつ、これをね、付けさせていただきます。でこれちなみに、2層式 3Dプリンター数の方はね、アリスさんからね、提供をいただいたという無料で私がいただいて、それを付けさせていただきます。ありがとうございます。はい、飴色ケアリに使ってもらってもいいですし、はい、他のに使ってもらっても大丈夫だと思います。いろいろここで出てくるやつの説明とかのリンクは全部概要欄に貼っておくんで分かると思います。はい、飴色ケアリのコロニープラス味噌汁 3D プリンターズのセットをね、一つ付けますので、ぜひね応募してください。私なんかちょっと今日ボーっとしてますね。本当に動画撮る気があるのかっていうね。おはようございます。はい、おはようございます。4つ目は海外種です。前のね、俺の動画ちょっとちゃんと見てる人ならわかると思うんですけどね、アリスさんから購入しましたズアカオオアリのねコロニーって言っていいのかな、一番人気かな、まあわかんないね、アメリカやるとあるかもしれないけど、はい、ズアカオオアリを出します。でこちらアリスさんから購入したんですけども、アリスさんの方にはね許可いただいてるんで、はい、大丈夫です。私のツアーカオオアリをねぜひ、皆さんで奪い合ってください。でね、ツアーカオオアリはね、海外種でして、あったかいところ出身なんで、何笑ってんだよ。ツアーカオオアリ海外種でしてだるいね。あ、いいね。ペイリー、はい、ということで、ザワカオオアリ海外種でして、加温が必要です。冬をね、日本の寒さですと多分超えられないんで、申し訳ないですけどちゃんと保温できる環境にしてあげてください。夏はまあ大丈夫なんですけど、冬はねちょっと寒いとダメなんですよね。冬眠しないタイプなんで、ずっと活動してるタイプのアリですんで、寒いところ苦手なんで、
あの冬はねちょっとあったかくしてあげれる状況を、今は大丈夫なんで冬までにその状況を作れる人にちょっと応募していただきたいです。ここはね、一応生物のね、ことなんでちょっとちゃんとした人だけちょっと応募してください。申し訳ないですが、ちゃんとした人って いやそういうことまあね、レオン湖だ、はい、レオン湖とか必要なやつだよね。レオン湖もね、つけてあげたかったんですけど、あげたかったとか言ったらあるけど、つけてね、あの初心者の人も応募できるようにしたかったんですけど、ちょっとそこはねちょっとね、予算がねうん、ちょっと高いんで、まあ、一番ちょっとで、まあ、ある程度のものは買えるんで、ちょっと自分で用意していただく形にはなると思います。はい、でこの図案終わりの方なんですけど、ちょっと今ね、あのツイッターフォローしてくれてる人、見てくれた人は分かると思うんですけど、ちょっとね調子がねあんまりよろしくない、うん、で、あのうちちょっと2頃に飼育してまして、同じ環境でね飼育してるんですけど、ちょっとねそのプレゼントに出そうとしてる方のコロニーのね調子があまり良くないんで、ちょっともしかしたら渡せないかもしれないです。はい、まあ、一番はね渡せることがいいんですけど、ちょっとあの状況を見ながらになっちゃうかな、うん、こんな状態でプレゼントに出すなよって思うと思うんですけど、あ1ヶ月ぐらいあるからね、はい、で、まあ、それで持ち直してればそれを送りますし、ちょっと無理だなっていう場合にはこちらで何かしかは絶対にあれがあるんで、それは大丈夫です。まあ、図垢はちょっと、図垢を渡すことはできないっていうことになるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずあれなんで、はい、あれがあれであれなんで、そうあれなんですよあれがあれであれなんで、お願いします。はい、そんな感じですね。図垢終わり以外は日本の終わりなんで、まあ基本的に室温で飼ってればまあ大丈夫かなっていう感じだと思うんで、そんな感じですね。夏のちょっと暑すぎるっていうのだけちょっと気にしていただければなと思います。はい、はい、でね、この、まあ、合計5個、5人に当たる5個のプレゼントになるんですけど、全てにねアリスさんのねキュービ付きおよびスイーツパウダープロがちょっとあのお試しで使えるよっていう小瓶をねセットでね全部に付けさせていただくんで、こちらもねアリスさんが提供してくれたんで、皆さんで言いますか、せーの、アリスさんありがとうございます、好きです。はい、ということでねあ、キュービツキとスイーパープロのお試し小瓶は前回の動画でもね、あ、そうだね、ちょっと紹介してるんで、そう、アウェイク戦利品動画でね、そう見れるんで、ぜひ見てください。はいはい、そんな感じです。分かったかな、ちょっと分かんないこととかあったら聞いてください。コメントがいいかな、 YouTube のコメントで、このプレゼントの詳細は何か聞きたいことあったら、聞いてください。 YouTube のコメントでお願いします。申し訳ないですけど、ツイッターはちょっと使いたいことがあるんで。何こっちか、もう。もういいか。YouTube のコメントでお願いしますね。はい。はい。編集雑でごめんなさい。はい、ということでね、ちょっと生態っていうか、あのプレゼント自体の紹介がちょっと長くなってしまったんですけど、これからちょっとね、応募方法を説明させていただきたいと思います。はい。で、まずね、チャンネル登録の件なんですけど、こちらに関してはね、マイズムの方針として、マイズムチャンネルの方針としてね、面白いと思ってくれた人がね、登録してくれればいいっていう感じなんで、うん、動画を見てくれる人が登録してくれればいいんで、別に、大丈夫です。登録はしないで。全然応募はしてください。はい。まあ、もしね、面白いと思ってくれたなら、全然登録はしてください。ぜひしてください。はい、そっちの方が嬉しいは嬉しいです。ただ、別に面白くねえけど、プレゼントは応募したいからっていう。ああ、そうね。そう。無理に。全然それでも大丈夫です。はい。アリス好きな人にね、悪い人はいないんで。はい。で、応募方法としては、ツイッターの方をちょっと活用させていただきます。ちょっと拡散能力もツイッターがちょっと一番高いかなっていうことで、お願いします。ツイッターを使わせていただきます。で、ツイッターちょっと使ってないよって人は、ちょっと頑張って登録してください。申し訳ないですけど。ね。いいかな？ツイッターの方がタイムリーに分かるから。そうだね。で、本当にみんなに拡散していただきたいんで、登録しなくてもいいとは言いますけど、登録してほしくないわけじゃないんで、皆さんの目には届いてほしいんで、うん、ぜひちょっとツイッターを使わせていただきたいなと思います。お願いします。申し訳ないです。お願いします。はい。で、私がね、この動画公開と一緒にツイートしますんで、そちらの、ツイートにね、リプで
欲しいプレゼントをね入力してもらって何個でも選んでもらって大丈夫です。でも一人に何個か行くっていうことはないんで、じゃあ被っちゃった時どうするんだっていう話だと思うんですけど、これは多分人気差が出ると思うんですよね、応募数で。応募数が高いものから人気なものとして私はみんなが欲しがってるもんだっていう解釈をさせていただくんで、もし例えば、まあ、勝手な予想ですけど、まあ、ハリウッドシリアギャリとズワカオガリを応募して、ズワカオガリと両方当たったとします。両方当たった時は多分ズワカオガリの方が応募多いんで、ズワカオガリにさせていただきます。またこっちは再抽選という形になりますね。いいですか、わかりますか。まあ俺がもう言ったことそのまま言ってるだけなんですけど、おわはい、そんな感じです。で、まあプレゼント何種類でもいいんで書いていただいて、ちょっとここからねちょっとめんどくさいとは思うんですけど、マイズムチャンネルの YouTube の方のね動画をどれか1個でいいんでちょっと見てください。はい、でさっきも言ったように登録しなくてもいいですけど、登録してほしくないわけじゃないんで、ちょっと私たちでねチャンスをいただくというか、そういう感覚で一回ちょっとどれか動画見ていただいて、それに関しての感想を、添えてください。わかるかな。でちょっとツイッターって文字数制限あるんで、本当に一言でもいいんで、はい、ちょっと感想をいただければなと思います。どの動画でもいいです、はい、でわかりやすくこの動画見たんですけどとかっていうのもいいし、まあ、ずっと見てくれてる人だったら、マイズムさんの動画はこういうのがいいですよねみたいな。そうね、それもいいね。それをツイートしていただくことによって、ツイートっていうか、まあ、リプしていただくことによって、まあ、みんなでこう拡散されるっていうのをちょっと狙いとさせていただきますんで、こういうのって言わない方がいいのかわからんけど、ちょっと知名度がねないと思うんで、そういうのも含めて応募する人からしたら増えない方がいいかもしれないですけどね、ちょっと盛り上げ役としてちょっと皆さんもね、よろしく、はい、ちょっと皆さんの力を借りたいなと思いますんで、はい、ちょっとそこだけお願いします。はい、でね、応募期間の方なんですけども、こちらはね、7月いっぱいとさせていただきます。はい、でね、抽選、まあ、くじ引きでやろうかなと思ってるんですけど、ちょっと何人になるか分かんないんですけど、私はおバカさんなのでね、全部ねアナログでやらせていただくんで、はい、頑張ります。チャンネル登録者を増やします。増やします。はい、あとね、結果発表とその抽選はね8月の中旬を予定しております、うん、でちょっと何日っていうのはまた後でアナウンスさせていただくんでお願いします。でこちらはね YouTube ライブにてね発表させていただこうかと思っているんでね、初ライブですね、はい、ぜひね皆さん見に来てね、私たちもね楽しませていただければと思います。ちょっと有名人を気取ってみたい。はい、そんな感じですね。ちょっと後々になっちゃうんですけど、 Twitter の方でリプしていただくときに、ちょっとフォローだけはしていただいてよろしいですかね。多分 DM することになると思うんで、フォローはしてください。はい、多分フォローもらってないと DM 送れないからね。確かに、あと鍵垢の人も多分送れないから、ね、ああそうですね、ちょっとそういうあれがあるんで、絶対変な使い方とかしないで大丈夫なんで、お願いします。フォローだけ。マイズムチャンネル、はい、ということでね、ちょっと分かりづらかったと思うんですけど、一応オリンピック開催しますんでね、ぜひね、リプ以外にもハッシュタグオリンピックでツイートとかしてね、広めていただけると嬉しいです。あとはね、知り合いをねアリ界隈に引きずり込みたいと思ってる人とかもね、まあ、いいチャンスだと思うんで、ぜひ、皆さんに拡散してみてくださいね。オリンピックって言ってるぐらいだからマジで競争だな。確かに誰が一番運いいのかっていうオリンピックなんで、マイズムチャンネルのね、登録者が増えれば増えるほどね改正される、ね、ぜひ4年に1回とは言わずね4年に1回とは言わずね、たくさんできればいいなと思っておりますんでね、ぜひ、拡散していただければと思います。はい、こんな感じですね。はい、ちょっと本当に説明分かりづらいと思うんですけど、ぜひね皆さん応募してください。申し訳ないです。お待ちしております。はい、よろしくお願いします。なんで申し訳ない思ってるでしょ、実際なんでこんなコアッパがプレゼント企画なんてやりやがってって思ってますよね。まことないよ、みんな応援してくれてんだから。おめえに聞いてねえんだよ。あれ、俺可愛いじゃない。
皆さん、いつもいつもありがとうございます。これからもね、頑張ります。頑張ります。気合い入れて、舞鶴も盛り上げていきます。ここに来て気合が大事です。言ってください、動画を上げるって。YouTube YouTube Loves us yourself、yeah. YouTube YouTube 主役は君なのさ。まあ、人の歌やな。いいんだし、 YouTube テーマソングって歌ってんだから使ったって。大体よ、てめえよ、叩くとこ耳でよ、痛えんだよ。なめてねえんだよ、このやつら。俺もちょっとぶちこっそ、お前ら軽くオードリー春日じゃねえんだよ。ということでね、皆さんさようなら。チャオチャオ。おい、今俺も勢い叩きすぎたと思っちゃって。ごめんね。無理だよ。ああ。